はい、どうも、シュウティーブでーす。りょうへいです。はい、お願いします。はい、というわけで、本日はグラボ紹介です。はい。はい、りょうへいさん大好きですね。そうですね。僕ね、エアメンさんと仲いいんですけど、はいはいはい、今回は、エアメンさんから急にね、着払いで、何にも予告もなしで届きました。はいはいはい。グラボ紹介します。それが、はい、こちら。ボン、うい、はい。なんだこのメーカーはっていうとね、俺もわかんねえ、これは。ちょ、初めて知ったんですけど、はい、奈良県で作られている、クラフターマインドという、グローブです。奈良県ってことは三宅町ですかね。なんか奈良県ってそのグローブ発祥の地じゃないですか。グローブ発祥っていうか、まあもともと水野さんとかも確かなんか奈良県で作ってたみたいな感じで、うんうん、でそこのグローブの町が多分三宅町って言ったかな。マジですか。っていうもう町中グローブ工房がたくさんあるような町なんですけど、いろいろ特徴があるんですよ。うん、もう特徴しか出てこない気がする。特徴しかなくて一個ずつ説明したいんですけど、はい、まずまあ外側っていうんですか、後ろメッシュ、メッシュ、内容でメッシュがまず珍しいですね。そうですね。ここ横っていうんですか、親指のところ、はい、メッシュ、刺繍、しかもエアメンマン刺繍です。横にも C ってね、 C っていうのはエアメンさんがこう挨拶するときにエアメンマンの C でーすっていうその C ですね、うん、なるほど。別にキャプテンマークっていうわけではありません。なるほど。はい、まああとは、まあ、このねクラフターマインドのこのラベルっていうんですか、はい、はい、なんですけど、最初見たときに、あれ早川グラブかなって思ったんです、最初。うん。うん、でも、ちょっと違うな。新しい早川かなと思ったけど、しかし、クラフターマインド。はいはいはい、はい。ちゃんと CM になってます、ね。そう、CM にちゃんとなってます。はい。で、あとは、なんといっても、軽いんですよ。お？めちゃめちゃ軽くて、普通のグローブって何グラムですか？500は超えますよね。まあ、軽いって言われるグローブでも500は超えるかな、ね、そうですよね。500、だいたい520とかさ、ね、30とか。まあ、それでも軽くは思うけど。で、俺100キロなんですけど、まあ、グローブ522キロですね。ちょっと待って、はい、ちょっと待って。大丈夫、大丈夫。鉄人かな?520g が、だいたいグローブの、なんか、平均っていうのは聞きました。そうですね。はい。一番軽いグローブといえばさ、村正。そうですね。村正って何グラムでしたっけ?400後半ですよね。480とか。俺ね、486っていう、うん、イメージはあるんですよ。まあ、480とか90とかそのぐらいなんですよ。答え答えでちょっと違ってくると思うんですけど。そう。これね、488。マジですか？マジで軽くて。で、ちょっと触ってください。はい。あー、はいはいはい。確かに、皮薄めですね。薄め。ってことは、手に馴染むってことですもんね。そう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 。でも本当に軽い。本当に軽いけど、ウェブボーン、よく SSK で見る、ここが出っ張りがあるウェブなんで、耐久性も増すかなっていうのもありますし、でもメッシュで軽くなってるのかなっていう、そうですね、イメージが。で、モンタナの社長に片付けをしてもらって、はいはいはい、そっからちょっと俺も、俺的な感じのこの握りやすさ。うん、あと、特徴的には、親指の方をちょっとこう広げてあるんですよ。こういうことですね。そう、広げてあるんで、なんかね、はい、キャッチボールしていくと、勝手にスポンって入ってくるみたいな。勝手にこう入ったらグローブがこう閉じていくみたいな感じのグローブだと、はいはい、当たりがないっていう、そう、水野の MM 型みたいな、うんうんうん、イメージして作りました。知ってること言っただけですか。そう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 。ちょっと手入れてみてください。失礼します。あ、手の中のフィット感もすごいですね、これ。そう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 。やっぱりその皮をさっきも言った通り薄くしてるんで沈み込みが少ないっていうのか、うん、水野プロとかプロステータスもすごいフィット感いいんですけれども、また違うんですけど似たようなフィット感はあるかなっていう。そうですね。紐系ちょっと言ってほしいんですけど、はいはいはい、こことかほら、ああ、抜かれてるっていう、ここが抜かれてたりとかってことですね。そうや、そうそうそう、はい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 、それってどういう意味あるんですか、ここ抜かれてると。まあ僕は単純に柔らかくできるっていう、ああ、極限まで僕の中でですけど柔らかくするためにここ抜くとか。なるほど、はい、これも軽さの一つではあります。まあそうですね、ここの部分の紐がなくなるってだけでも、うん、それ数グラムが多少変わるのかなっていう。あとやっぱこのメッシュっていうのがやっぱ軽さの一つの、うん、で重くならないですからね。背面で結構ツヤ出すために磨く人とかいると思うんですけど、まあ濡れないじゃないですか、どう考えても。そうですね。その分油分も入ることもないですしっていうのはすごい軽く維持できるのかなっていう。なるほどね。これウェブ、何ウェブって言うんですか、これウェブ。一応クロスウェブなんですけど、ああ、見たことあるのは SSK さん、岡森くんとか、中村選手がこのウェブ使ってるかなっていう。ヘリ側とはみ出しのゴールドがねえ、かっこいいね。光ってるね。だいぶ光ってますよ、これ、うん、本当に。で、縫い糸もこれ金になるのかな、黄色なのか金なのか。そう、金か黄色なんですよ、縫い糸もね。革紐もさ、中がほら、はいはいはい、黄色なんですよね。染色されてる。そう、黄色と茶色と、うん、
いや、おしゃれっすよ。そうですね、おしゃれだな、本当に。これでちょっと受けてもらって、はい、どんな感じの撮った感覚かっていうとか、はい、操作性とかね、はい、今ちょっと両辺に投げまくります。大丈夫よかった。大丈夫っす。それでは行きましょう。あー、軽い軽い軽い、めっちゃ軽いです、はい。これグローブの手袋が若干小さめでフィット感はもちろんいいんですけど、片付けするときに小指で作ってもいいのかなと思いましたね。やっぱ軽くて皮薄いんで、全然耐久性っていう点でもまあ今のところ全然感じることはないんですけど、使っていくうちに柔らかくなっていくっていうのを考えたら、小指にして打球に負けない深いポケット作るっていうのはあるかもしれないですね。上に虫がいっぱいいて、うん、さっきのミーティング最悪だった。どうすか。いや軽い軽い軽いからって感じ。動きやすいよ。はい、セカンド向きかな、軽さ的に。サードとかの強い打球柔らかくなってった時がちょっとまだ分かんないんであれなんですけど、セカンドショートとかだったら全然、むしろこれめちゃくちゃいいなって感じです ね。二遊間向き、本当に。そうだね。よいしょ。シゲの顔は全然見えてる。ありがとうございます。最近サボってる。参加とかやるか。それは差し切る。あ、ごめん、バカお前。というわけで今回はこちらのクラフターマインド、はい、紹介しましたけど、取ってみてどうですか。取ってみて張り付く、ボールがついつくって言ったらいいのかな。軽いからグローブ持ってきやすいっていうのをイメージすごい感じましたね。動かしやすい、はい、これにキャッチャーミットがあったらすげえいいだろうなっていうこれを作ってたのが、はい、あのツイッターでこう今出してると思うんですけど、はい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 、しんちゃんっていう、はい、グローブ職人しんちゃんっていう方が作られたグローブで、非常にいいグローブなんで、もし可能であればね、皆さんあの気になったら購入してみてほしいなと思います、はい、お願いします、はい、はい、というわけで本日はこちらのクラフターマインドというグローブを紹介しました。この動画いいと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではありがとうございました。ありがとうございました。プレゼント企画開始します。はい、ついにもう2000人いったんで、もうあげましょうっていうことで、はい、もうあげちゃいます。まあ、まずは本田さんおめでとうございます。おめでとうございます。2000人もとうございます。はい、まあ応募条件、まあ、簡単です。翔平 TV の登録、そして9月30日までに翔平 TV の動画配信されますんで、いろいろね、はい、それにコメントすること、1回でもいいですよ。1回でも2回でも3回でもいいですよ、うん、グローブ欲しいですもいいけど、動画に対してのコメントをするだけでも応募となります、うん、別に動画のコメントするだけでも応募できるんで、はい、はいはい、たくさんのコメントしてご自身のアカウントをアピールしてください。9月30日までにいろんなコメントよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとして、ペサンプの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が、そうそうそう、多いと思うんですよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したら、そうです、 OK。 この動画なり、まあいろんな動画にデサントのグローブ分かるように、はい、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まああの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです。そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に、ただ達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらうような形です、まあ、常に動画から見ていただいて。そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人か分かんない、まあ、1万人か分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、今日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様、チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。
綺麗。